イガナタリア・シフィオンテクは、ポーランド・ワルシャワ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス4位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2020年全仏オープン女子シングルスで、ポーランド人選手初のグランドスラム優勝を成し遂げた。父親は、ソウルオリンピックに出場したこともある。 元ボート競技者で、彼の子供たちにも競技者になってほしいという、思えと、姉が先にやっていたことから、5歳でテニスを始める。ジュニア時代は、キャッティ・マクナリーと組んだ2018年、全仏オープンジュニア女子ダブルスと2018年ウィンブルドン選手権、ジュニア女子シングルスで優勝した。また、ポーランド代表として、ジュニアフェドカップや2018年、 ブエノスアイレスユースオリンピックのダブルスも制している。2016年より ITF 女子ワールドテニスツアーでプレーし、15歳で3回優勝。2018年末までに7回進んだ決勝では無敗の勝負強さを誇った。2019年からいきなり WTA ツアーのみに絞り、年始のハイネケンオープンは予選落ちしたが、 2019年全豪オープンの予選を突破して4大大会で WTA ツアーデビューとなり初白星も挙げた。その後は本戦出場できたりできなかったりしていたが4月のレディースオープンルガーノで決勝進出のブレークスルーを見せ17歳でトップ100入り。2019年全仏オープンは4回戦まで進出した。その後は 元世界1位のキャロラインをおずに薬器を下したロジャーズカップの3回戦が最高だが8月19日付のランキングで49位を記録してトップ50入りを果たしている年間最終ランキングは61位2020年は全豪オープンで4回戦進出3月より新型コロナウイルス感染症流行の影響でツアーが中断された後 再開後の全米オープンは3回戦まで。続く、クレーコートシーズン、BNL イタリア国際は、初戦敗退だったが、全仏オープンでは、初戦で、第15シードのマルケタ・ボンドローそばを下すと、4回戦で、第1シードのシモナ・ハレブをも圧倒し、勢いそのままに、決勝では、同年前後覇者のソフィア・ケニンを6から4、6から1で破り、ツアー初優勝にして、 グランドスラム初優勝を成し遂げた。グランドスラム制覇は、ポーランド人選手として、初、同大会女子の10代優勝は1997年のイバマヨリ以来23年ぶり、ノーシード優勝は2017年のエレナオスタペンコ以来史上2人目の快挙である。また、ダブルスでは、ベスト4に入った。そのままシーズンを終え、年間最終ランキングは17位。 2021年全豪オープンも4回戦進出。続く、アデレード国際では、質セット0で決勝進出を果たすと、決勝でも、第2シードのベリンダ・ベンチッチ相手に6から2、6から2の干渉を収め、優勝した。2021年5月に行われた、BNL イタリア国際では、準々決勝では、エリナ・スビトリナに6から2、7から5、準決勝ではコリ。 ガウフに7から6、6から3で勝利し、1日に試合を制した。そして続く決勝では、同大会2019年優勝、前年準優勝のカロリナ・プリスコバー1手に6から0、6から0のダブルベーグルで完勝し、自身初の WTA 戦優勝を果たした。この優勝により5月17日付のランキングで9位を記録、自身初のトップ10入りを果たした。 ディフェンディングチャンピオンとして挑んだ全仏オープンは、順調に勝ち進みベスト8入りするも、準々決勝で、マリアサッカリに4から6、4から6のストレートで敗れ、連覇はならなかった。また、ダブルスにおいては、第1シードのエディーズメルテンス、チャッシュク、ゼンマイラを破って決勝に進出する強さを見せたが、決勝では、第1シードで、本大会覇者のバルボラクレイチコバ擁するペアに屈し、 準優勝に止まった。アグレッシブなオールラウンダー。ウィナーとアンフォースとエラーを量産する。自身の武器をビッグサーブ、トップスピン、バックハンドとしている。2020年全仏オープンにおいて、フォアハンドストロークの最高球速は参加者中2番目の時速 127km に達し、スピン量も 3453rpm とラファエル・ナダルに匹敵する多さだった。 バックハンドの最速時速 122km は、男子最速のドミニクティエムに並ぶ速さだった。タッチ技術も高く、ダブルスの経験からボレーが優れていることも、さることながら、ベースラインからのドロップショットは2019、WTA ショットオブザイヤーに選出された。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。